殿旦那、寄ってきますやろ。すぐそこです。おい、どこだ。あんまり逃げんなよ。近藤先生、こっちこっち。先生、こっちどす。どっちだ。お、そこか。あ、捕まえた。姉さん、わざと捕まらはったやろ。なんだこりゃ、血の匂いか。え、血の匂い。ええ、よう、思ったより早く来たな。三番隊隊長、斉藤はじめです。知ってるよ、俺が呼んだんだからよ。あなたが局長の。ああ、新選組局長近藤勇だ。それで頼んだ件は調べてくれたかい。例の坂本龍馬。はい、坂本が現れたという薩摩藩邸に行ってきましたが、あいにく西郷にはとぼけられました。まあそんなとこだろうな。もともと西郷には期待しちゃいなかったんだ。それはどういう意味で。坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな。本人が京にいねえんだから、薩摩もいくらだって白切れる。今西郷に聞いたところでろくな返事はねえだろうよ。だから、まあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃない。ただでさえ本音を見せねえ西郷の口割らせるのは簡単なことじゃねえからな。けど、大収穫だ。いやあ、あんたいい仕事したぜ、斉藤さんよ。俺が、ですか。うん、だってよ。坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだからな。薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってな、真っ赤な偽物だ。だよな、本物の龍馬さん。1年前に吉田東洋暗殺の濡れ衣を着せられて脱藩。その後天然理心流の使い手を追って京に潜伏。その坂本龍馬って男が今のあんただ。だとすりゃ長崎で英国の武器商人と取引している坂本龍馬は偽物ってことになる。だよな。お話の意味が分かりかねます。そうかい、まあ、こっちから先に払わってやらねえとあんたも話しづれえやな。まずは安心してくれていい。あんたの正体は俺の胸にしまっておく。新選組としてあんたを粛清しようって話じゃねえ。それだけは分かってくれ。直入に言えよ。俺はあんたの腕を高く買っててね。別にあんたが坂本龍馬でも斎藤はじめでも構わねえんだ。ただ俺のある計画に乗ってもらいてえとは思ってる。ある計画。ああ、日本の都を京から江戸へ移す江戸遷都計画だ。江戸遷都計画だと。
夢みたいな話だろ。だがこれは至って真面目な計画だ。俺はよ、これが最終的にこの日本を救う唯一の道だと信じている。この国を救うために肝心なのはな、金の獅子が目指す大規模な倒幕戦争を起こさせねえことだ。このまま放っておきゃ、いずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦争が起きる。だが連中が幕府を倒せたとして、その時内戦で疲弊しきった日本人にアメリカやイギリスと戦う力はもう残らねえ。するとどうなる？異国の白人連中は一発の銃も撃たずに日本を手に入れられるかもな。江戸にせんとすればそうはならないか。ええ、ただしその前に京を焼き、御所に刺客を放って朝廷を滅ぼす。何だと？じゃああんたは池田屋事件の時の連中と同じことをしようとしているのか？あれと一緒にされたら困るね。俺は帝をさらうような真似はしねえ。要は帝が朝廷にも幕府にも属さない、政治とは別の存在にならなきゃならねえってことだ。別の存在？そもそもこの国が勤王と幕府でぶつかってんのも、全てはどっちが偉いのか分かりにくいって話だ。だから俺はその概念ごとぶっ潰してやろうと思ってんだ。それが今日の街を焼き払うことなのか？そうよ、今日の街は朝廷という権力の象徴だ。だがこの国を仕切ってるのは江戸の幕府だ。これがややこしい。なら一層どっちかをなくしゃすっきりする。あんた、自分が何を言ってるのか分かっているのか？もちろんだ。だが朝廷がなくなり京が焼ければ帝も致し方なく江戸へ移られる。その時帝が住む江戸、それを仕切る幕府に勤王志士どもが入り込む余地はねえ。はい、話、日本って国の中枢をひとところに集めるんだよ。それが一番わかりやすい。だが朝廷を滅ぼせば、それこそ幕府は日本中の武士に報復される。だからそうならねえように、誰が京の町を焼き払ったのか分からねえようにする必要があるのさ。そしてそれができるのは選ばれし能力を持った男たちのみだ。それはまさか？さあよ、俺はその計画のために新選組を作ったんだよ。京を滅ぼすのに必要な精鋭を集め選別するためにな。もっとも、まだこの計画を知ってるのはほんの一握りの幹部だけだ。だったらなぜ俺に計画のことを話した？俺はあんたの腕を買ってるって言ったろう。それにお前さんとならよ、取引できると思ってる。俺との取引？何のことだ？吉田東洋を暗殺した覆面の男のことだ。俺はそいつをお前さんに渡してやれる。父さんを脱藩してまで追ってるんだろ。悪い話じゃねえはずだ。あんたはやはりあの覆面の正体を知っているのか？そりゃまあな。これでも新選組の局長をやってるんだね。新選組のことで俺の
知らねえことはねえ。どうだい、覆面の男を渡してほしけりゃまず俺の言うことを聞くってな。さっきの馬鹿げた計画に乗れってのか。馬鹿げた計画？あんたの言ってることは理にかなってる。だがな、今日の町の人間はどうなる？目的のためだったら多少の犠牲は構わないってことか。倒幕戦争が起こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる。生きるとは一時が万事犠牲を伴うものだ。お前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるな。おい、逃げ出すのかい？俺はどんな理由であれ女子供を巻き込むような真似はしない。そうか、本当にそれしかないのか。何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだな、おめえさんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろう、これまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前が金の塔の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前、今なんて。なぜお前がおやっさんの話したことを知ってる？あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。ここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからな。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな。何？こいつに見覚えがあるのか？やはりお前があの時の。生きてるうちにそれがわかるといいな。さあ、一年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ。行くぞ、坂本龍馬。
Hey!
降ったな。衰えたもんだ。たまには現場にも顔を出すんだな、局長。いい気になりやがって。今度あんたはあの覆面の男じゃねえ。ん？なぜそう思う？おやっさんを切ったあの覆面の男はあんたよりも強かった。まったく傷つくねえ。覆面の男は誰だ？計画に乗れば教えてやる、そう言ったはずだぜ。おや、なんだ、やめるのかい？あんたの言った通りだ。俺はまだまだガキってことだ。はあ？分からねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ。そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやっさんは誰にどうして殺されたのか、この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない。このことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな？文句はあるが、勝負に負けたんだ。許可してやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃ。あんたと戦ってもう一つ分かったことがある。なんだ？天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ。俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに奥、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。
見てたかい。いやー強えなあいつは。そうは思わねえか源さん。勇さん、いいのか。このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。ああ、だがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。あれが坂本龍馬か。今日の街に突如として現れたもう一人の坂本龍馬。英国の武器商人から大量の武器を倒幕派へと流すその動きは幕末の動乱にさらなる風雲を呼び寄せる。一方、ついに龍馬の前に姿を現した新選組局長近藤勇は京を焼き尽くすという江戸遷都計画を密かに進めていた。近藤は龍馬の腕を見込んで計画への加担を要求する。その見返りは吉田東洋を暗殺したあの覆面の男の正体だが、龍馬は決意する。己のその手で覆面の素顔を暴き出すことを。起きなはれ。おう。なんや、起きてはったん。カラスがギャーギャーうるさくってな、目が覚めちまった。まあええわ、ご飯できてる。近藤勇は覆面の男ではなかった。新選組の天然理心流の使い手は残り4人。ここにあるもん、みんな死んで。お寝てや。お寝てや。
ここのあんた、どうせ帰るとありがとうございました。おっと、ったく気をつけろや。気軽に覗いてってな。お得やで、見てってよ。勉強させてもらいますね。どうぞ覗いていってください。もう遅いで、はじめちゃん。起きた。何か用か。
ちょっといい話があんね。はじめちゃんにだけのとっておきや。なんやその顔。まあええわ、後で土蔵に来てもらおうか。ここじゃまずいのか。二人っきりで話がしたいんや、わしとはじめちゃんとで。ほな。待っとったで、はじめちゃん。俺に話ってのは。相変わらず愛想がないの。まあええわ。ところではじめちゃん、戦国虎ノ城って名前知ってるか。戦国？いや知らねえな。戦国は今日で指折りの呉服商や。伏見にごっつい豪邸構えとる。はじめちゃんも見たことくらいあるはずや。それで？その戦国の屋敷に勤皇派の志士が行さんかくまわれとる。戦国は裏で勤皇派に貢いどる危険人物っちゅうことや。それを取り締まるってことか。当たり前やろ、わしら新選組やで。ならなんで俺だけに話すんだ。手柄の分け前減らしてないんや。せやから副長にも言うとらん。わしとはじめちゃんだけや。ほんで今晩二人で戦国の屋敷に踏み込む。あんた何を企んでいる。なあ、組む相手は俺でなくても構わねえはずだ。長倉でも東堂でも。はじめちゃんは天然理心流を追ってうちに入隊したんやろ。金目当ての男やないっちゅうこっちゃ。そしたら分け前で揉めることもあらへん。ええか、夜になったら戦国んちの前に集合や。ちゃんと準備してくるんやで、はじめちゃん。いらっしゃいませ。ほんならまた。
か。何お。いや、え、はい、あの、え、ええ、お、いや、
はあ、え、え、